ッカーが大好きな人はもちろん、サッカーに詳しくない人も楽しめる番組、それがキックオフサンイン。鳥取島根のサッカーを全力で盛り上げます。さあ始まりました、地域密着型のサッカー応援番組キックオフサンイン、ナビゲーターの岡村翔子です。鳥取島根にですね、サッカー好きをどんどん増やしていくべく楽しい話題をお届けしてまいりますよ。さあそれでは早速参りましょう。まずはこちらです。ハイライト J3 リーグ第9節、ガイナーレ鳥取は FC 琉球とアウェイで対戦しました。スターティングメンバーはこちら、富樫と沢上の2トップで挑みます。開幕2連勝以来、白星から遠ざかっている白のユニフォームガイナーレは前半12分、牛の浜からのクロスを富樫が落ち着いて決めます。富樫の今季初ゴールでガイナーレが先制します。富樫は2018年 FC 琉球に所属していた際、シーズン中16得点を決め、 FC 琉球の優勝に大きく貢献。今回は恩返し団となりました。前半15分、琉球のコーナーキック、琉球金崎のヘディングを糸原がファインセーブ、得点を与えません。そして前半19分、牛の浜が中へ切り込みます。牛の浜が左足の鋭いシュートで追加点を奪います。富樫に続いて牛の浜も今季初ゴール。その後セットプレーから1点を返されますが、前半42分、ムーンへパスが通ります。増谷からのパスをムーンがシュート、クロスバーで跳ね返ったところを牛の浜が頭で押し込みます。牛の浜2得点の活躍もあって3対1で前半を折り返します。後半はお互いに得点できない中、終了間際の44分、琉球にゴールを決められます。それでもガイナーレがなんとか逃げ切り、3対2で試合終了。7試合ぶりに白星を手にしました。チームとして勝ちがなかったので、ここでやっぱり勝って、ここから上位に入っていく上での、大きな一戦だったので、今日は勝ててよかったなと思ってます。今季初ゴール、そして古巣戦でした。その点についてはどんなお気持ちですか？そうですね、お世話になったクラブに、恩返し団ということも試合前に考えてましたし、点取れてよかったなっていう感じです。ガイナーレ鳥取の第9節終了時点での成績は3勝2敗4分けとなっています。ところでサッカー観戦の魅力は試合だけではありませんよ。スタジアムにはさまざまな楽しめるスポットがあるんです。絶品のスタジアムグルメをご紹介、スタグル。ガイナーレ鳥取のホーム、アクシスバードスタジアムのグルメエリア、チーズデリ。さあ今回ご紹介するお店はこちらでございます。鳥取市内でお店を構える老舗の焼き鳥店、鳥かねでございます。こんにちは。いやいや、もう鳥かねといえば、私ね、お店にも食べに行ったことあるんですよ。そうでしょ。いや本当ですよ。全然知らんわ。明るいご主人のお店でございますが、今回
おすすめしてくださる商品何でしょうか。親子丼で、あ、親子丼です。親子丼、はい、大山鶏の親子丼です。なんか焼き鳥のお店なんですけれども、焼き鳥店が出す親子丼ってことですよね。そう、お店ではやってたんですけど、ここだけジズデリ限定で。ジズデリだけ。うわー、それは期待高まりますね。え、どんな親子丼なんですか。老舗の焼き鳥店が作るスタグル限定の親子丼、これは期待ができそうです。まあ、こんな感じです。ちょっとあれあるんですか。あれ、さっき作ったんですけど。美味しそう。お肉がやっぱゴロッとしてますね。そう、ちょっと大きめに切って。へえ。大山鶏の肩肉のみを使用。大きめに切った肩肉を玉ねぎとともに甘辛のタレで煮込みます。卵をかけて少し火を入れ、ふわとろに仕上げます。肩肉はあっさりしているのにパサつかずジューシーなのが特徴。炊きたて熱々のご飯にのせて完成です。いただきます。お肉おいしい。ゴロッとしたお肉が噛み応えがありつつも、じゅわじゅわと中から鶏肉の旨味がたっぷり出てきますね。ね、このとろっとした卵が包み込んでいて、お出汁とお醤油の香りがふわっと広がります。さすが焼き鳥店の親子丼って感じです。うん、おいしい。ビヨンド G 魂ファイル。ガイナーレ鳥取の選手の素顔にとことん迫るこのコーナー、今回は丸山颯太選手です。丸山選手、よろしくお願いします。お願いします。昨シーズン、東京農業大学からガイナーレに入団。熱いプレーが身上のミッドフィルダーです。試合に勝つためのジンクスなどありますか。試合の前のエンジンでエンジンダッシュをすることが、まあ、ジンクスっていうか、まあ、いつもやってます。他の選手はしますか、それは。いや、自分だけだと思います。多分一人だけ抜けてる感覚はあるんでじゃ あの何もサッカー知らない人から見れば、エンジンの後に丸山選手だけなんかせっかちな人みたいに見える。あ、そうですね。この人何やってんだろうと思われ多分思われてると思います。こちらが実際の映像。一人だけ走って離れていきますが、また引き返してきます。ちゃんとこうハイタッチにエンジン解いてダッシュして、また自分は戻ってますみんないるんで。一旦ダッシュで離れてもハイタッチには戻ってくる律儀です。プロを目指したきっかけは何ですか。僕の地元新潟なんですけど、そこの新潟のビッグサンっていうスタジアムがあって、そこに父親と初めて J リーグ観戦行って、めちゃめちゃかっこよくて、サッカー選手が。で、僕はそんな覚えてないんですけど、お父さんに僕絶対ここのピッチ立つからっていう風に言ったみたいで。サッカー一筋ですか。あ、習い事とかってことですか。とか、はい。まあ、第一にサッカーがあったのは間違いないんですけど、お姉ちゃんが習字をやってて、で、僕も習字をなんかついてってやってましたね。あ、じゃあ字には自信が。まあ、そういうなんか字を書くタイミングがあった時とかに、お、意外と字うまいんだって言われるんで、まあ、結構嬉しいですということで名前を書いてもらいました。違うんだよな。なんか画数多い方が書きやすいかもしれないです。もっといけるんですけどねこれ全然ダメです。でも本当に普段は上手いんですけどね、ちょっと緊張します、はい、ご本人の名誉のために今年の書き初めがこちらです。丸山選手は大学が東京農業大学だと思いますけども、はい、J リーガー結構多いんですかね。そう、1年に1人は最近だったら出てるかな。卒論とかって書きました。あ、卒論書きました。まあ、どれぐらいの、まあ、カロリーのものとかタンパク質を取ったら、まあ、こういう力
力が出せるとか、そういうのを競技別でこうグラフにしたりとか。サッカー選手はどんな食事がいいんですか？タンパク質は大事だと思います。まあ、胸肉は結構お世話になってます。調理とかしますか？調理はまあ頑張りたいと思います。はい、料理を頑張りたいという丸山選手ですが、食事についてこんなタレコミが。沢上選手からあるタレコミがありました。はい、沢上選手の自宅に週1回ペースでご飯を食べている。はい、あのリュウジ君週1回って言ってると思うんですけど、あの多分週2とかも行ってる時あるんで、本当にお世話になってます。はい、お気に入りの料理はありますか？リュウジ君の奥さんが作る鶏肝と、あとはこの間餃子食べたんですけど、めちゃめちゃ美味しかったです。どんな感じの餃子でした？醤油と酢で食べたんですけど、それをつけなくて もうご飯もバクバクいける。めちゃめちゃ美味しかったです。餃子何個ぐらい食べたんですか？30は結構食べましたね。はい、もう美味しすぎて。こうお一人で行くんですか？まあ、基本一人ですけど、まあ、最近はあの鈴木選手、鈴木純也選手とかも行って、餃子の時もいたんですけど、あの純也くんめっちゃ食べるんで、僕と同じぐらい餃子食べてて。あ、でも30個。じゃあ奥さん大変に。ちなみにその日はあの餃子あの150個ぐらい作って、はい、僕もあの作るの手伝ったんですけど、まあ本当最高の味だったんで。なんか食べたいくなりましたね。もう、まあ、ぜひって、まあ、僕が言うことじゃないんですけど、めちゃめちゃ美味しいんで。こうさらにですね、こう沢上選手の3歳のお子さんとよく遊んでいて、お子さんは丸山選手のことを自分よりも下に見ているというタレコミがありますけど、いかがですか？まあ、その自覚あります。3歳の子供は丸のことを多分下に見てます。ちょっとなんか丸に教えてあげるみたいながやりたがります。この前はキックボードあるじゃないですか、 あ、はい、あれで遊んでたんですけど、はい、丸にやらして、はい、丸できたねって丸に言ってました。普段は丸くんって呼ばれてるんですけど、まあこうパズルとかして一緒に遊んだりとかするんですけど、その時に不意に丸丸って呼んだりとかするんで、あー同じぐらいに見てるんだなっていう風な感じありますけど、めちゃめちゃ可愛いんで。やっぱりじゃあ将来娘さんが欲しいですか？でも息子にサッカーもさせたいんで、まあ、でも子供めっちゃ好きなんで。好きそうですもんね。めちゃめちゃ好きです。なんで子供は欲しいですね。丸山選手の素顔情報ファイルしました。ここからは私ガイナーレ鳥取広報の森がお伝えします。ゴー広報部。ガイナーレ鳥取にまつわる耳寄りの話、意外な話など選手や試合以外の話題をお伝えしていきます。今日の企画はこちら、サッカースクールってめっちゃ楽しい。このコーナー初めてのゲストです。皆さんこんにちは。ガイナーレ鳥取でサッカースクールを担当してます林と言います。スクールではキリンコーチと呼ばれてます。林さん、キリンコーチって呼ばれてるんですか？キリンだキリンだ、背が高いからキリンだって言われてそこからキリンコーチになって、スクール生がつけてくれました。さてガイナーレ鳥取は鳥取県内に4つのサッカースクールを開校しています。年中から 5,6 年生クラスまでの年代別のクラスの他に様々なクラスがあって、サッカーをやったことがないという子どもたちでも楽しめるんですよね。はい、もちろんです。 J リーグのチームということを考えるとレベルが高いスクールじゃないかって思う方もいらっしゃると思うんですけど、はい、でもそうではなくて、本当にボールを初めて蹴った子どもたちでもいいですし、誰でもあの受け入れてサッカースクールをやっております。学校生活とか、あのコロナで十分に動けてないとか、そういうストレスを本当に体を動かしながら発散できる場所、そういう場所でありたいなと思っています。はい、現在サッカースクールの生徒を募集しています。年会費6600円の他に月会費やスクールのオリジナルシャツなどの教材費が別途かかります。スクールによって開校しているクラスが異なりますので、詳しくはガイナーレ鳥取のホームページをご確認ください。
さらに高校生以上を対象とした大人のサッカースクールもあります。日頃の運動不足やレベルアップのためにサッカーをやってみませんか？これからサッカーをしてみたい方、もっとサッカーが上手くなりたい方など、ぜひご参加ください。待ってます。あ、またまた森です。追加情報をお伝えします。明日15日にシャレンアウォーズの結果が発表されます。シャレンとは全国のクラブが行っている社会連携活動のことで、ガイナーレ鳥取は復活公園遊びなどの取り組みが評価されて3年連続で受賞しています。今回受賞したら4年連続という快挙です。結果は来週の放送でお伝えします。以上、ガイナーレ鳥取の広報森がお伝えしました。2023明治安田生命 J3 リーグ、ガイナーレ鳥取の次の試合はアスルクラロ沼津との対戦です。米子市のオールガイナーレ野人スタジアムにて、今日この後午後1時キックオフです。ここまではガイナーレ鳥取の話題を中心にお伝えしてきましたが、ここからは山陰でサッカーに情熱を燃やす人たちを紹介するこのコーナーでございます。躍動山陰サッカー。まずは4月23日に行われた第28回島根県サッカー選手権大会決勝の話題です。この大会の勝者が天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会へと出場できます。島根県大会は松江、出雲、浜田、増田の各支部を勝ち抜いた4チームと、中国サッカーリーグ加盟の1チーム、中国大学サッカーリーグ加盟の1チームの計6チームで行われました。そして決勝は中国リーグ所属の赤いユニフォームベルガロッソ岩見と、出雲地区代表青のユニフォーム氷川コスモスが対戦しました。試合はベルガロッソ岩見が主導権を握りゴールを脅かしますが、なかなか得点できません。絶妙なコーナーキックもゴールを割ることはできません。オーバーヘッドキックを繰り出しますが、これも決まらず、ベルガロッソ岩見の猛攻に氷川コスモスはなんとかゴールを死守。しかし前半40分、ついにベルガロッソ岩見がゴール。その後も1点を追加し2対0で折り返します。後半もベルガロッソが怒涛の攻撃。背番号10番を背負うスイス選手が PK を決めるなど、ハットトリックを達成。さらにベルガロッソ岩見のキーパーも好セーブを見せます。終わってみれば7対0の大勝。ベルガロッソ岩見が天皇杯への出場権を手にしました。たくさんの方が来てくださいましたし、チーム全員見てもらえる環境でやれるのはすごいいいことなので、僕自身も中学校時代からここでも何度も試合してますし、そういった意味では、また少し考え深いと思いますか。ベルガロッソ岩見は今月21日、高知県代表との1回戦を迎えます。4月に鳥取市の大和スポーツパークで行われたのが
JFA 公認 B 級コーチ養成講習会。これは監督やコーチなどのサッカー指導者を養成するためのものです。ライセンスを持っていなくても子どもたちのコーチをすることは可能ですが、講習会で学ぶことでより質の高い指導をすることができるのです。 JFA の指導者ライセンス制度を簡単に説明しますと、 D 級から S 級までランクがあります。 B 級ライセンスを持つと国体チームの監督をすることが可能です。 A 級は JFL の監督、そしてプロの監督をするにはS 級ライセンスが必要となります。今日は、指導者の勉強会にサポートプレイヤーとして皆さんに付き合っていただきます。皆さんは普段通り一生懸命やっていただいて構いません。この日行われたのは指導実践という講習。鳥取商業高校のサッカー部協力のもと、実際に高校生を指導するのです。ゴール目指して。B 級ライセンスの講習会に参加したのは、学校の部活で指導している方や少年サッカーチームのコーチなど10人です。実践した後はチューターと呼ばれる講師や参加者とディスカッションなどを行い、指導の質を高めていきます。また別の日にはグループに分かれてプレー分析を行うなど、講習の内容は多岐にわたります。実際に受けてみて、思ったことは、みんなそれぞれ指導者間だったり価値観考え方が違っていて、それをいろいろ聞きながら、こういうコーチングあるとか、こういう見方あるのかですごく、成長を少しずつですが感じています。チームもそうですけど、やっぱ鳥取県全体の子どもたち、に対して関わりながらサポートでき、子どもたちと一緒に成長してサポートしていきたいと思ってます。講習は前期後期で行われ、試験に合格すればライセンスを取得できます。さて、鳥取県サッカー協会ではJFA ユニクロサッカーキッズ in 鳥取の参加者を募集しています。6歳以下を対象としたキッズサッカーフェスティバルで参加は無料です。応募締め切りは今月21日。詳しくは鳥取県サッカー協会のホームページをご覧ください。ここでお知らせです。キックオフ参院では皆さんからのサッカー動画を募集しています。試合中の好プレー、珍プレーですとか、あとはリフティングチャレンジ、さらにはかわいいちびっこのサッカー動画などなど、皆さんの楽しい動画をお待ちしています。送っていただいた動画はこの番組内で紹介します。応募方法など詳しくはキックオフ参院の番組ホームページをご覧ください。皆さんからの楽しい動画たくさんお待ちしていますよ。サッカーが大好きな人はもちろん、サッカーに詳しくない人も楽しめる番組キックオフ参院。来週も鳥取、島根のサッカーを全力で盛り上げていきます。お楽しみに。